にちは。まゆみです。はい、今日はラストということで、はい、ゆっくり最後まで楽しんでいただいてください。はい、今日はちょっとね、涼しいかな。まだいつも外でやってる時よりまだ、ね、まだマシかなと思うんですけど、はい、じゃあまず1曲目は皆さん多分ご存知の曲だと思います。懐かしのあの曲です。では聴いてください。オリビアを聴きながら、
そう今日も物販をさせてもらうんですけど、9月10日のツーマンライブのチケットも今日持ってきてて、その時に、その今物販で黒い T シャツを限定20枚で販売してたんですけども、ありがたいことにもう残り4枚になっちゃったので、ツーマンライブ限定で色違いの白い T シャツを20枚販売することになりました。はい、ありがとうございます。なのでぜひそのツーマンライブの時に工藤貴樹くんもたくさん物販あるので、ぜひこの機会に、栃木県からやってきてくれるのでぜひ皆さんお時間あれば9月10日ホリエゴールにお越しください。お願いします。では次の曲いきたいと思います。では次の曲聴いてください。愛しきね。
冬とかだったらこの時間になったらもうめっちゃ真っ暗になってるんですけど、まだ明るくてね。はい、何しゃべるかな。そう、もう次の曲でもうこのライブのラストの曲になっちゃうんですけども、終わってからもその机の方でいろいろフライヤーとかも送っているので、ぜひたくさん声かけてもらえたら嬉しいです。はい、そうね、そう、さっきからめっちゃみんなに黒くなったって言われるんですけど、もう白浜と熱海に行ってきました。はい、やっぱりね、なんか焼けるのも、もう若いうちやなと思って、もうね、二十歳まで。そう。だから、別に日焼け止めとかも塗らんと、もう、がっつり、普通に日光に当たったら、2回、脱皮しました。はい。なんか写真とか、みんなで撮っても、一人だけ陰ってるんですよ、なんか、顔が。そう、もう、早く、白く。開けほしいなと。はい、じゃあ本当に最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は、なんか私、セレヌ・ディオンさんの曲なんですけど、私の、運命の人はあなた、あなたの運命の人も私っていう、そんな曲です。ではゆっくり最後まで聴いてください。では、パワーアップな。